谷口さん。はい、皆さん、ただいま。谷口健三です。僕がいた時よりも、こっちに来ることってなかなか僕ら選手なかったと思うんですけど、でも、その中でもこう明らかに変わったなっていう、なんか本当にこのチームがどんどん成長していってるなっていうのを肌ですごく感じてます、はい。バックスタンド完成したんですけど、見ました？見ました。開幕戦も僕も来させていただいたんですけど、本当に本格的にこのチームが上に上がっていくっていう、J2 にしっかり残って結果を出していくっていう意気込みを、市を通して、町を通して、そういう本気が伝わるスタジアムに変わってきたなという印象ですね。はい、はい。鮫島さんはどうですか、この会場。そうですね、僕がいた時も大型スクリーンもなかったですし、バックスタンドもなかったので、まず帰ってきてスタジアム見て、大型スクリーンだったりバックスタンドがあったり、すごい感動したのを覚えています。もう6年もいたので、まあ、在籍中も変化はあったと思うんですけど、はい、まあなんだろう、私もこのシーズンここ開幕戦来た時に、ここ藤枝なのっていうくらい規模が大きくなってるなって思ったんですが。そうですね、僕も藤枝に2年ぶりに戻ってきた時に、まず街中歩いた時に上り旗とかもすごい街中に立ってたし、すごい藤枝市、焼津市、応援してくださるんだなと思って感動しました。真面目か。そうですよね、こんな感じじゃないんですよ本当は。なんかあれっていう表情で見てるなとは思いました。はい、そんな鈴木さんはどうです、印象。いや、もういいなと思いました。今日車で入ってきた時にバックスタンドも完成してるし、はい、僕が行った時はどっちかというとメインの方にこういうのが出てたんで、完全に雰囲気も変わって、もうクラブの成長を感じて、ちょっと羨ましいなと思いました。羨ましい。まあそうですよね、せっかくなら現役の時にこれを体感したかった。したかったです、はい。まあ、それくらい、まあ、皆さんがね羨むくらいクラブが成長してるってことは嬉しいことですよね。そして今日は今シーズンのユニフォーム着用していただいてますが、ユニフォーム着ての感想、まあ、見ての感想っていうのは谷口さんどうです？まあ、そうですね、試合見ながらでも見たんですけど、まあ、すごいいいデザインだなっていう、まあ、藤色ですか、合ってます、合ってます、はい、しっかり報道されてて、はい、紫、紫、紫、まあ、まあ、どうしちゃダメです。どっち、はい、はい、しっかりあしらわれてていいなと思います。で、ちょっとこれ S サイズ。いや、XXL です。あ、そうです、ちょうどいいな、ジャスト、ちょっと大きすぎます。まあ、ちょっと今現役から引退してもう6キロ太っちゃう、太っちゃったんですけど。そうなんですか。そんな変わってないよ、俺も並んで正直。いや、あれですよね、ペロスクロノスでも一緒にプレーはされてたと思うんですが、はい、谷口さん、やっぱ鮫島さん変わりました？いや、パンパンっすね。いや、まあ、元々こういう生まれつきこういう体型らしくて、はい、あれですけど、まあでもちょっとついたかなと思いますね。寒くてなんか下に着てるって言い訳してたんですけど、それを加味してもちょっと、はい、太ったかなって思います、はい。やっぱ現役引退されるとちょっとやっぱ体重増えたりとかって皆さんするんですか？そうですね、一瞬で太っちゃいます。ちなみに僕は3キロ落ちました。落ちたんですか？落ちたんです、僕は。え、はい、なんかなかなか効かないくらいですか？僕は3キロ落ちちゃいました、はい。え、なんでですか？なんでですかね。まあでも、まあ、多少筋肉も落ちるんでしょうけど、はいはい、ちょっとこう食、今のやる仕事柄やっぱ体もそれなりに鍛えとかないといけないんで、トレーニングとか今でも続けちゃってるんで。おお、なるほど。そこは鮫島との段違いに違います。そうですよね、やっぱ皆さん現役時代ね激しい、まあ、練習をねこなしていたかと思うので、そういった部分でもね増えちゃうかななんて思うけど、まあ、今のお仕事でなんてちょっとお話ありました。これは後ほど伺おうと思います。では、まあ、せっかくなんで当時のことを思い起こしていただこうと思います。藤枝時代のことですね、聞いていきたいなと思います。毎FC に
入団を決めた理由ってそもそも何だったのか覚えてるんですかね、谷道さん。はい、当時僕は前の所属がグルージャ盛岡っていう岩手県のチームだったんですけど、皆さん知っての通り本当に寒くて、はい、プレシーズン、雪の中でサッカーするか本当県外に行かなきゃできない状況で、まあ、そういうシーズンを繰り返してて、でまたこれちょっと本当正直なところあったかいところに行きたいなっていう気持ちもあって、こう南に下りたいとか、はい、そういう気持ちがあって、まあ、そんな中で、当時のその前市の、まあ、教科兼監督されている方から連絡いただきまして、うちに来ないかと。でまあそれも1回1年2度じゃなくて、すごくかなりこう積極的にというか、こうチームはこういう風な目指してるから来てほしいっていう熱い思いがあって、前市に行こうかなと思うのは建前で、本当はあったかいところに本当はあったかいところに、単純にあったかいところに行きたいって思ったのが、はい、結構一番のあれかもしれないです。まさか決めるかもしれないです。なるほど、はい、まあ、静岡はね暖かいってよく言われますけど、今日もまあ日差しが暖かくてね良かったなと思いますが、まさかそういう理由だったとは、はい、その通りです。なんかちょっと聞けてよかったです。鮫島さんはどうです、ここに来た理由。僕は、サンフレッチェ広島クビに満了になっておもちゃあるやんストレート満了になって、満了になってでトライアウト受けて、で そこで藤枝真由志から、声かけてもらって、で入団することができました。はい。エピソード短っ。6年いたんだよね。6年いたんだよ。6年いました、一応。確かに。まあでもね、トライアウト受けて藤枝真由志がいい目してましたよね。鮫島さんを連れてきてくれて、はい、入団してくれてよかったです。では最後、鈴木さんは入団決めた理由なんですか。僕はとっても短いんですけど、やっぱ鮫島浩太っていう選手に憧れて上だよね、上なんですけど、ね、やっぱいい選手だなと思って。あ、知らんわかるわかるあるでしょ。ありがとうございます。鮫島さんを見て入りたい、まあ、すみません、ちょやや滑ったんですけど、藤枝出身の倉田監督って過去いた方が、はい、僕と同じでアビスパーにずっと行って、僕が小学生の時僕のことを知っていて、でそれで倉田さんが誘ってくれたっていう。大丈夫ですか。続けます。監督からのお誘いがあったということですね。いや本当に皆さん来てくれてよかったなと思いますが、はい、ではこのまま行きましょう。多分皆さんの熱量で多分マイクが照れちゃいました。では現役時代一番苦労したこと、はい、大きい、はい、現役時代一番苦労したこと聞いていきたいと思います。谷井さん。はい、まあ現役時代、まあ、僕高校卒業して17年一応サッカー選手として生活させていただいて、まあ一番やっぱ選手やってて直面するのがやっぱ怪我っていうところだと思います。で僕はサガットスの時に膝を怪我して、そこから17年間のサッカー生活を終えるまでに膝が気にならなかったシーズンが一度もないので、やっぱそういった意味ではそこと戦いながら苦労したっていうか、もう選手生活終わるまで苦労したなと。まあでもそれでも17年やれた自分を褒めてあげたいですし、はい、膝によくやったなと、はい、終わった日に言いました。で息子もなでなでしてくれたんで、はい、いい話でしょ。そういう話好きでしょ。はい、なんで、はい、まあ、今日も家族も来てくれてますけど、はい、まあサッカー選手やってたっていうのをこういう形で、まあ、息子に改めて見せれるんで良かったかなと思います。今日はありがとうございます。鮫島さん、一番苦労したことどんなことですか。僕は、藤枝の1年目来た時に、当時まだ藤枝はほとんどの選手が働かないといけないっていう状況 で僕も、ある企業で働いてたんですけど、やっぱそこで毎日働きながら、で
土日どっちか試合して、でもオフもなしでそのまままた働いて練習してっていう繰り返しが1年目だったので、まあ、2年目からちょっとあの環境も少しずつ変わってきて、そういうのも少なくなってきたんですけど、そういう藤枝1年目のそういう、働いて仕事してっていうその繰り返しっていうのが、まあ、当時全然慣れなくて、まあ、今もちょっとあんまり慣れてないんですけど、そこのところが大変で、いないよ。すごいいい話でさ、こうほっこりしちゃうのさ、こっち、どういうのって。すいません。まあでもね、そう苦労したことっていうのを聞いちゃってたんでね、やっぱ思い出すとそういう風になってきちゃうんですよね。そんな辛い中で選手を頑張ってくれて6年間も YC に貢献してくれたわけですから、おパパって今、パパって。応援してくれてかわいい、はい、では鈴木さん、はい、今まで苦労したことは、はい、まあ、今パッとあんま思い浮かばなかったんですけど、やっぱコロナの時期は辛かったですね、うん、僕は。で、うん、コロナが結構厳しい状況の時に移籍をしてきたので、あのこうやってサポーターの皆さんと交流することがないまま僕入団して、うん、まあ、対談する時もまだここまで機会がなかったので、その期間は今考えると辛かったんですけど、こうやって戻ってきて会えたので、うん、よかったです、はい、きっとあれですよね、大分のユニフォーム着てる方々っていうのは鈴木純さんを見に、はい、やっぱうなずいてくださってる、はい、はい、もう大分最高のシーズンを過ごしたので、あのこうやって来てくれて嬉しいです、はい、ではですね、今はまあ当時のことを振り返っていただきましたが、今の藤枝マイエシーについてちょっと聞いていきたいです。今の藤枝マイエシー、皆さんになんか注目してる選手とかっていたりとかしますか、谷口さん。はい、あの僕はこの2人よりもちょっと藤枝離れて長いので、うん、あのやっぱりその時に一緒にやってた選手っていうのはやっぱこう見ちゃうっていうか気になっちゃう、それこそノブ川島選手だったり、はい、鈴木選手、水野大輔選手とか、うんうんうん、あのそういう選手が一緒にやってたので、で水野選手に関しては一回チームを離れたけどまた帰ってきて、はい、藤枝のために頑張ってくれてるって、やっぱそういう選手を見ると本当いつまでもサッカー続けてほしいし、このチームとともに上にステップアップしていってほしいなと、はい、思います。はい、話うまいですね、俺。ありがとうございます。ありがとうございます。鮫島さんはどうです、今のチームで注目してる選手。僕は、久田美涼介選手。おー、まあそうですよね、長く一緒にやってましたよね。あの一緒の時期に入団して久田美ともあのずっと一緒に働きながらやったりしてたんで、そういう苦労があって今ここであの J2 のピッチで立ってるっていうのを、見て、すごい羨ましいですし、頑張ってほしいなと思います。まあ、あのやっぱ人あの久留選手というのはチームに欠かせない存在で、今もあの試合に出ていますけど、その試合を見てどうですか、印象は。いや、もう右サイドで躍動していてすごい嬉しいです。なんかあの私あの別で YC のコーナー持ってるんですけど、その時に久留選手は右サイドのフェラーリ、藤枝 YC のフェラーリだっていう風に聞いたんですけど、その名前聞いてどうです。あ、もうその名の通りだと思いました。ちゃんと考えてる。絶対思ってない、絶対思ってないよ。今とりあえず、あ、そうですねって言ってくれたよ。まあでも鮫島選手は久留選手と、はい、鈴木さんはどうですか。いや、難しいですね、一人選べって言われると。でも、まあ、今のこのタイミングっていう意味でチリはすごく頑張ってほしいなと思ってて、はい、あの僕が最後在籍した時に練習生に来てて、うん、すっごいポテンシャル持ってるなって思ったんですよ。だから、うん、マイFCには行かないで上のチーム選ぶのかなとか思ってたんですけど、でもでマイFCを選んで、で、うん、昨シーズンは試合に出て、でちょっとこの前出場機会があった時に、まあ、いいパフォーマンスできなかったっていうところあると思うんですけど、持ってるものはウッチーが持ってないものも持ってるし、うん、岡西君が持ってないもの、ミッチが持ってないものもあるので、ここから奮起してほしいなっていう意味でも皆さんにも応援してほしいなと思います。もちろんね、皆さん
チージ選手には期待してますよね。はい、まあ、これからどんどん、まあ、あのレギュラーをね掴み取るっていうの大変だとは思いますが、他はちょっと特殊なんでね大変だと思うんですけど、うん、頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。あの、まあ、まだ開幕して2試合、まあ、公式戦は3試合こなしているマユシーですけど、その試合を見て、見ました、見てます、なんとなく見てます。その試合見て、その藤枝のサッカーってどうですか今の。まあ、あの本当年齢見てもすごい若い子たちが多いし、はい、ね、まあ、あの僕がいる時はあの、まあ、僕含めてあのデカモルシっていたと思うんですけどこうああいうタイプのフォワード、まあ、それこそその次の年と次年とか、はい、あの去年おと移籍された渡辺選手とか、うん、ちょっとこうストライカータイプっていうか、こうちょっとこう身長あってそういうタイプがいたと思うんですけど、今年ちょっと今スタートに出てる選手とかはあのちっちゃい江野、なんだっけ、フォワードの子、ヤムラ君とか、まあ、そういう子がいたりで、こう本当プレー自体がフレッシュな、みんな勢いがあって運動量があってっていう、はい、すごい印象なので、あの今正直、リーグ戦は多分くすぶってると思うんですけど、こう一回こうなんていうんですか、チームが良くなって勝ってゴール決め出せば、一気にこうバッてこう上がっていけるような若さを生かしたチームになっていくんじゃないかなと思ってます。はい、はい、いや本当にそうですよね。矢村選手に関しては一回決めたらもう止まらないなっていう印象なので、今季もね活躍してほしいななんて思っています。鮫島選手鮫島さんはどうですか、ここまで試合内容。見てます、あの、はい、確認が入りましたね、はい、まあ、失点があのちょっと失点の仕方が悪いところあると思うんですけど、まあ、それはでも須藤さんがこうやろうとしてるサッカーをこう選手たちがこうやろうとしてる結果だと思うので、はい、今、あんまりあのうまくいかないことがあると思いますけど、今健三君も言ったように一回こう点を決めたり、一回勝つだけで今の選手たちってすごい若い選手が多いので、勢いに乗ってくれると思うので、そこまで、まあ、今日の試合勝って勢いづいてもらいたいと思います。うん、鮫島さん的にはどういったところを改善したらもっと良くなるなとかっていう考えはあったりします？いや難しい。川島選手に頑張ってもらいたい。言いやすい名前だし。まあそうですね、選手に頑張ってもらう、まあ確かにこれが第一かもしれないですね。鈴木さんはどうでしょう。そうです、僕はまあハイライトとかしか見てないんですけども、はい、でも須藤さんがやろうとする根本の部分は変わってないのかなと思いますし、で、サッカーエンターテインメントだって須藤さんが言ってて、で、はい、どうしてもあのリスクのあることをやると前節みたいなミスが出てしまうこともあると思うんですけど、だからこそいやあれをやらないんだよっていう監督ではないと思うので、もっと精度を高めろって多分葉っぱをかけられて、うんうん、今週厳しく練習してると思うので、今日はそのリバウンドメンタリティみたいなところを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。では、多分皆さんが気になっているであろう現在の仕事について、今後どうしていきたいかっていうところを聞いていこうと思います。谷口さん、現在のお仕事は何ですか？はい、今、藤枝の方で、4月からサッカースクールを、うん、始めさせていただきます。はい、すごい。まあ、あとちょっと違うまたサッカー関係の仕事もあるんですけど、はい、そちらと一緒に合わせて、はい、活動しています。なるほど、はい、だから鍛えてるんですね。そうです、あの僕はこうあの指導、まあ、僕と違う人もう一人やる指導する人がいて、僕は子供たちに見せながら、うん、はい、子供たちに見せながら子供たちを一緒にやるというスタイルなので、はいはい、それで体を鍛えてます。おお、はい、また藤枝にこうして戻ってきてくれて、次のマユシーの選手を育成してくれる、嬉しいですね。はい、では鮫島さんは、まあ、もちろん皆さん、ね、知ってるかと思います。フロントスタッフとして今期から、はい、ということですけれども、今どうですか、その仕事慣れました？まあ、ちょっとずつですけど、まあ、今、営業に行かせてもらったり、あとは今日も、朝の7時から、フロントスタッフ全員でここの会場作りしたり、
まあ、いろんなことやってるんですけど、まあ、営業先行ってもこう名刺一つ渡すにしてもこうなんか怒られんじゃないかなってちょっとビクビクしながらやってます。まだちょっとなんか新入社員的な、そうです、はい、フレッシュ感ですね、はい、そうです、はい、フレッシュちょっとガチガチな感じがないね、いかついね。でもきっとあれじゃないですか、営業回ってるとあれって声かけられたりとかは、あ、そうですね、うん、そういうのはあるんでありがたいです、はい、やっぱそうするとやりやすいですよね。あ、そうですね、やりやすそっちの方がやりやすいです。じゃあこれからどんどんその鮫島選手の顔を使って輪を広げていってください。はい、藤枝を大きくしたいと思います。はい、ありがとうございます。では鈴木さんは今何をしていらっしゃるんですか？僕は絶賛就活中です。おお、まだ次の仕事決まってなくて、はい、はい、なので早く仕事を見つけたいと思ってます。なるほど、今リフレッシュ期間ということで今後何をしていきたいとかっていうのはあるんですか？でも大きく言うとコウタがやってるようなことにすごい興味があって、現場でサッカーをっていうよりかは、まあ、そのサッカーをどれだけ多くの人に魅力伝えてチケットを買ってこうやって足を運んでもらうか、その数をどうやって増やすのかっていうことをこうピッチじゃないところでやっていきたいので、うん、まあ、サッカーじゃなくてもスポーツ、まあ、エンタメとしてっていうのを勉強したいので、そういう道を今、模索してます。なるほど、まあ、やっぱこういう現役時代の経験を生かして皆さんサッカーだったりスポーツだったりっていう方向に進んでいるということですね。ありがとうございます。ではトークショーもあと、5分くらいなので、ここでせっかく皆さん集まっていただいているので質問コーナー設けたいと思います。質問ある人いない、え、いない、いない、いないですか？いや、もうおっとっと、では私SNS で質問いただいてまして、それを質問させていただきます。では1つ目、藤枝マユシで一番印象に残っている試合は、谷口さん何でしょう、ありますか？そうですね、まあ自分が点取った試合とか、悔しい負けた試合とか、はい、そういうのはやっぱ選手やってるといっぱいあると思うんですけど、はい、まあ、僕の場合は僕が出てない試合だったんですけど、ベンチにいる試合だったんですけど、はい、チームメイトが点取ってくれて、うん、森島君が点取ってくれて、その試合で僕はちょうど子供生まれた時だったので、その時にゆりかごダンスしてくれた、試合はちょっと、まあ、覚えてるっていうか、うん、印象があるかなと思います。いい話しちゃった。ほっこりエピソードがね、出てきますね。私的に、谷口さんはグレーザー盛岡から来たじゃないですか、はい、グレーザー時代に藤枝林相手に点を決めて、決めました、はい、その翌年、はい、森岡相手に、はい、まあ、UC でね点、しかも確かその試合ハットトリックとかしてた気がするんですよ。言っちゃいますこれ。しちゃいましたね、はい、ですよね。しっかり怒られました、グルージャーのフロントスタッフに。、はい、お前やりすぎだろうと怒られてたんですか？、はい、恩返ししすぎだねっつって、はい、まあでも、はい、グルージャーの時から藤枝その時その僕が入る前の年7位ぐらいだったのかな、結構順位良くて、でその藤枝に唯一グルージャが多分2戦したんですよね、確か、はい、2戦して2勝したんですよ確か、うんうんうん、ちょっと相性良くて、はい、っていうのもあったん で、うんうん、はい、でその翌年も決めちゃったんで、やっちゃいましたね。まあ、両方とも谷口さんのおかげですかね、もしかしたらね。ありがとうございます。はい、では鮫島さん、藤枝林で一番印象に残っている試合ありますか？そうですね、藤枝来て1年目に、プロ初ゴールを決めたのがここの藤枝総合のグラウンドだったので、その試合が一番印象に残ってます。それはそうですよね、皆さんからも拍手がありましたが、ありがとうございます。はい、すごい。鈴木さんは印象に残っている試合？はい、僕は、2020年までチームにいたんですけど、はい、その年のホーム最終戦の福島ユナイテッド戦がやっぱり実質昇格決定づけた試合だったので、はい、であと
球も1点取って1アシストできたので、うん、それが一番印象に残ってますね。はい、そうですよね。それが毎シーズンの歴史になってますからね。はい、ありがとうございます。もう一つ質問がありまして、昨シーズン在籍していた渡辺選手、久保選手、横山選手の印象を聞きたいっていう声をいただいているんですが、それぞれの印象ってお持ちですか？難しい。今鮫島さんがちょっと渋った。すごいよ。でも 3人ともやってるのは、うん、亮だってやってないから、ね、横と、そっか、はい、ね、渡辺亮はも僕しかやってないんで、まあ、亮のことに、うん、まあ、途中から入って、あと2分くらい頑張ってそう、夏途中からね、来たんですよね、渡辺選手。あのワイルドな感じなんですけど、すごい先輩に対して丁寧で、まあ、サポーターの方が交流あったらみんな分かってると思うんですけど、すごくいい思いです。人柄が本当に良かったですね。腰も肉してて、あのメディア対応もすごく良かったんで、あの、まあ、あのあれですよね、大地さんだったりテレビ指導さんだったり、そういう人たちから、マイSCの選手ってこんなに面白くて丁寧な人いるのっていうくらい、そう、マイSCっていいじゃんっていうくらい本当に人柄が良かったんですよね。川崎選手も OK で、はい、ではマイク入りましたね。はい。じゃあ横山選手が一緒だった。そうです。あと東次郎も、はい、うーん、はい、まあやっぱどうです、移籍してっちゃいましたけど。そうですね、まあ横なんかはあの試合に出れなくてすごい苦しい時期もあの一緒に見てたんですけど、はい、でも横はその試合に出れない時期でも、一人で、ずっとトレーニングしてたり、そういう姿をずっと見てたので、今まあ違うチームに行っちゃったですけど、まあでもそういう姿を見てたので活躍してくれて、僕的にはすごいあの嬉しく思います。うーん、そうですよね、あの決められちゃいましたもんねこの前千葉でまさかの恩返しだ。いやでも活躍して成長してる姿っていうのはやっぱサポーターとしても見てて嬉しいですよね。はい、なんかあの久保選手の印象とかって見えます？東次郎は、練習生の時にまず来た時に、はい、紅白戦でいきなりハットトリックして、うん、それでみんなあいつ誰だすげえぞみたいになって、そしたらもうあっという間に入団決まって、はい、でもうそのまま J1 行ったので、やっぱすごかったなと思います。勢いある選手だったってことですね、駆け上がってった。その紅白戦の話知らなかったです。本当にもう当時からすごい選手だった。すごかったです。はい、じゃあ今ねもっともっと活躍してほしいですよね。はい、ということでなんとあの1分オーバーしちゃったのでまだまだお話ししたいんですが、トークショー以上で終了となります。それでは皆さん、はい、藤枝前市 OB 谷口さん、鮫島さん、鳥木さんに大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では待ってて、写真スリーショット撮りたいとかって人います？あ、撮りたいと前に来てもらって、あの、で、もうそろそろきっと。